助奈良でございました。手がしびれたの、ちょっと早かったらしいです。ちょっと早かったかもしれないね。まあ気分がね、こう言っちゃうからね、はい、今日はね、君はもう お忙しで、え、お忙しで ね、申請引いたり、はい、全然できなかった。どうぞ。あ、つなげと、つなげと言われたんですけど、ベルガモットティーはもともとね、最初1曲目3人でやってたの気づきだったでしょうか。マミーゴ、ハルナーゴ、トモユキーゴでまたニックネームがついてる。ハルナーゴとか言ったことないんですけど、やってたんですよ、3人。まあ本当はもっと最初はね、2人でマミハルでやってたんですけれども、だんだんこういう感じで赤いトラクター軍団をね、ついて歩くように外したわ。多分この話みんな分かるよね、赤いトラクターとか言っても分かるよね、うん、笑愛想笑いしかしてくれないんですよ、みんな燃える男のね、うん、はい、モノマネがお預けよ、はい、はい、やっと笑ってください。まだ大丈夫でした。4時間、あと2曲ですね、はい、さようです。そうです、早いね。じゃあ、あと2曲いきます。You
Once in a Very Blue Moon、元曲は、藤田恵美さんがカバーしたのをお気に入ってちょっと私が、レパートリーにしました、最後1曲最後となりました。じゃあちょっと私も PR ってさっきなんか、PR、ルーベンさんの真似して PR していいですか、うん、PR、はい、PR、来週31日ですが、もう千葉県なんですが稲毛海浜公園っていう公園がありまして、そこの野外ステージで、他の、オリーブッドストリートというバンドで、やります。野外です、はい、まあ多分みんな遠いと思います。はい、はい、告知でした。はい、そして大事な告知をタムさん、タムさんお店の宣伝ばせんね。高円寺で、お店を、8月からオープンさせてしまってまして、あのこのコロナ禍の中、お店の方では演奏ちょっとした弾き語りとかできるようにしてますんで、ぜひうちの店を使って、まあ、宴会とかライブとか女子会とかいろいろ、はい、反省会とかね、いっぱい反省。お店の名前、そうかそうか、どこにあるんですか。どこだ、高円寺の東通りの矢字北2号店。皆さん、はい、なんで2号店っていうかは、まあ、個別にお店行って聞いてください。はい、はい、あ、お店でね、はい、ぜひよろしくお願いします。ではじゃあラストいきますよ、ありがとう。じゃあこちら、I'm not afraid to die.
Thank you.